イトワールは、ヌーステップベースのフリーソフトウェアのデスクトップ環境で、モジュールと軽量なコンポーネントから構築されており、提供されているサービスと他のコンポーネントの変形と、サイドの結びつけという手法が用いられている。また、ユーザーに自分自身のワークフローを作ることを許すため、ドキュメント指向が念頭に置かれている。イトワールは、工事のレベルの表現のために、 多くの従来のデスクトップメタファーを避けている。これはファイルに伝統的に位置づけられないオブジェクトを表現するのを助けている。イトワールはまたファイル名と階層構造の非柔軟性を回避しようとしており、これはユーザーにオブジェクトのタグ付けを許すとともに、ホルダに頼る代わりにオブジェクトの集合を維持する。プロジェクトのゴールは以下のようなものである。プロジェクトは ニューステッププロジェクトと協力している。フレームワークとヒューマンインターフェースのガイドラインと文書がニューステップの開発者が容易に意図はあると互換性のあるアプリケーションと呼ばれるを開発することを許すために提供されている。ありがとうございます。